今月1日、トルコ北西部のサカリア県のホテルに到着したバス。日本やトルコの国旗を持った人たちが降りてきます。そこには幼い子どもたちの姿が。彼らはウクライナ各地の孤児院にいた孤児や職員、そして今回の軍事侵攻で親を失った子どもたち、合わせて176人です。いやもし あの今度今回は本当に大変忙しい中ありがとうね頼るあてのない子どもたちを受け入れたのは大阪の建設グループの創業者砂田直重さんと友人でトルコ最大手の旅行会社を経営するムスタフファピラフさんです砂田さんがピラフさんにウクライナからの避難を手助けできないかと持ちかけたのがきっかけでした。 トルコウクライナ大使館の方にトルコにも日本にもその困っているウクライナ人の避難民を受けたいんだけどどなたかいませんかっていう問い合わせをしててウクライナのキエフ中心の各市町村にあるみなしご院に困ってるみなしごがたくさんいると。もうその場ですぐやりましょうっていう返事だったもんねほぼ。うんそう そういう子たちをやっぱり応援できないと、社会であるとか、それこそね、やっぱり多少、余裕のある人が助けるべきだと、僕は思ってますね先月28日に、トルコのウクライナ大使館の要望を受け、すぐにトルコにホテルを確保し、わずか4日後に迎え入れました実は子どもは、まあ、急遽やっぱり手配だったんで、一部、パスポート持ってなかったんですね。 在トルコウクライナ大使館、それからトルコ政府外務省に働きかけると、彼らがものすごくスピードで動いてくれて、ちょっと特別強化で、その子どもたちを全員を2、3時間以内に、トルコに入国させてくれたんですひとまず決まっている60日間の保護で、ホテル代や食事の提供など、合わせて30万ドルがかかる見込みです。 2人で負担すすするるとといいままが、その価値は十分にあると言いますやっぱりその子どもの目を見ると非常に怖い目を最初にしていると感じましたね風船とか用意したりとかキャンディーとか用意したりとか今日もアイスクリームを配ってもらうことになっているんですけど本当にちっちゃい子のその喜び顔の嬉しさ ええまあ感動的でしたねよかったなと今回みたいなね寝宇宙のある寄付ってないですよね砂田さんは日本ウクライナ文化交流協会などと立ち上げた団体ウクライナ避難民を日本に迎える会の副会長も務めています昨日トルコ経由でウクライナ避難民の親子を大阪へと受け入れ生活再建の支援をしていますが その渡航手続きをしたのもピラフさんでしたまず動き出して仕組みを作ってあとはそこに心ある人がいっぱい乗っかってきてあと行政もしっかりと動いてくれればたくさんの方をね日本にお迎えすることができるんじゃないかなと砂田さんらは日本でもより多くの避難民を受け入れたいとしてホームページなどで情報提供を呼びかけています